司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。あなたにもし私に何かがあったらこの財産全部あげると言われてる方とかおられると思います。まあ口約束ですね。口約束をされてる場合、それって遺言っていうことになるんでしょうか。まあ答えとしては口約束は遺言ではありません。ですので遺言書のようにまあそれにのっとって相続ができるとかっていうことにはなりません。ただ口約束をしていると全部パーになるっていうわけでもなくて、法律用語で信贈与っていうやつなんですけど、死んだらあげるよっていう贈与の契約をしたとみなされるケースがあります。でその死因贈与とみなされれば、その贈与契約に基づいて財産をもらえるということになります。ただその死因贈与契約が認められるためには、その口約束だけではなくて、まあその約束をしている場に例えば親戚の方がおられたとか、近所の方がおられて証人がおられるとか、まああとは他に物証、まあ他になんか物で証明できるものがあるとか、っていうことと、あと相続人の方全員がもうそれに承諾してるというこの2点が必要になってきます。ですので口約束をしてたから、まあ、遺言にはならないけども効力が発生する可能性はあるということになりますのでご注意ください。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上司法書士の重森でした。